はい。みなさん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、えー、2月16日からですね、ついに今年の確定申告始まったというところで、まあ、案の定、今回は、大荒れ気味なわけですよね。まあ、それもそのはず、まあ、この裏金問題っていうのもあるんですけど、14日の衆院予算委員会での岸田首相の適切に申告納税をお願いするというね、あの、納税呼びかけ、確定申告呼びかけっていうのが、ま、日に油なわけですよ。で、それについてはね、先日動画出してるんで、よかったら見てほしいなというふうに思うんですけども、 当然そういった呼びかけがあるとですね、こちらの記事、裏金さておきトレンドに岸田首相の納税呼びかけに SNS 猛批判、早く追徴課税払え自民党というわけで、今回岸田さんがさ、こうやって大援助してる原因っていうのは、もちろんその裏金疑惑っていうところでうやむやっていうのもあんねんけど、自分たちがやってる脱税とかそういうのを認めろよっていうのもあるし、なんで金額をさ、その4000万っていうボーダーライン引いてそれ以下は何もなしっていうふうにやってんねんとか、 都合のいいように法律とか解釈してくんなっていうところもあれば、国民と同じ罰がなぜならないのかっていう、この不満もあるわけですよ。だから人によっては、これって国民側がやったら追徴課税、重加算税の対象になるわけですよ。じゃあそのさ、罰金を払えばええやんっていう。なんかあったら財源足らんって言ってるやんか。今回だって少子化対策の財源足らんからってさ、1兆円保険料上乗せするとか言うてるやんか。だからお金ありません、財源ありませんって言ってるくせにさ、 脱税してる自分たちが追徴課税重課3税やらへんことがおかしくないかみたいな。いだから政治資金規正法っていうね、あのザル法の解釈とかがいろいろあるから、まあ、その法律を改正するっていうのは当然の話やねんけど、その改正前に起きてることやから、とりあえず間違ったんだったら今後はそうならないようにやっていきますっていうさ、一言あってもいいし。というかこれ自体は、 政治資金規制法と関係なく単純に脱税行為をしてるわけやねんからちゃんと納税してくれよって言ってる人も多いわけですよ。でもさ、それを何癖つけて自分たちは納税しませんっていうポジションを取ってるわけじゃないですか。だから余計に確定申告を呼びかけたことに対して意味がわからんっていうことで大炎上してるわけですね。逆を言えばこの最後の部分、追徴課税払えばそれでさ、 落ち着く人だっているはずやのに、まあ、結論言っちゃうと自民党はなんで納税せなあかんねえと言ってるってわけで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。裏金さておきというワードが15日インターネットのトレンドワードになった。岸田首相が14日の衆院予算委員会で16日から始まる確定申告を前に、法令にのっとり適切に申告、納税を行うようお願いしたいと答弁したことを受けたメディア報道の見出しを引用したもので、納税呼びかけという言葉も X のトレンド入りしたほか、 裏金さておき納税呼びかけ、法令にのっとい適切に申告、納税しろ、確定申告の呼びかけなどの言葉も次々にトレンドワードになったと。まあというわけで、今はね、確定申告ボイコットっていうね、ワードなんかもトレンド入りしてるって話なんですけど、もうこの岸田さんのやばいところは、14日の予算委員会でこの答弁をすれば、 まあ、どう思われるかっていうことが分かってないっていうところ。当然、岸田さんの言っている内容というのは、すごく当然の話なんですよ。やけど、自分たちがやらかしてきたことに対する説明責任や、単純に納税責任ですね。その辺を一切果たさずに。で、しかもさ、それが一人二人じゃなくて、自民党という組織でやってたっていうことも明らかになってるし、で、そのくせ国民には増税を求めてるわけですよ。しかも,も、こちらに拒否権なんてないわけですよね。勝手に閣議決定し、それがバンバン取っていくんやから。実際そうなって言ってるわけでしょ だから岸田さんの言ってることって、この部分だけで見れば、何ら不思議なことを言ってないのに、それをこのタイミングで誰がその発言をするかによって、世論としてどういう風な反応が出るのかっていうのが分からんのかなってちょっと思っちゃうんですよね。で、えー、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、自民の派閥や議員が政治資金収支報告書に記載せず、報告書の訂正が相次ぎ、野党からはこうした対応は脱税に当たるとの指摘が相次いでいる。 国民の不信感が高まっている中で自民党の総裁という当事者である岸田首相の人事のような答弁内容に対し SNS には怒りのコメントが殺到している。はふざけんなよ。裏金銀を辞職させてからやろ。法令にのっとり適切に申告、納税を行うようお願いしたい。お前がな。今の状況でこれを言えるの鋼のメンタルすぎるだろ。今年のお前言う大象ぶっちぎりなう。まだ2月半ばだったってのに。早く追徴数え払え自民党という怒りの指摘のほか、 法にのっとり納税するけど、4000万円以下は納税義務ないんだろう自民党のおかげで助かると、裏金事件で立件された議員の目安額が4000万円だったことを踏まえたことを痛烈に皮肉るコメントもあった。首相は14日の質疑で、厳しい指摘を重く受け止めるとした上で、税制は国民の理解と信頼の上に成り立っているとして、理解を求める場面もあったと。というわけなんですけども、いや、ま、まさにその SNS というか世論の声が、その通りなんですよね。 聞いてくださってる方はほとんど全員がそう思ってると思うんですよ。逆に最後の岸田さんの発言指摘は厳しく受け止めます。税制は国民の理解と信頼の上に成り立ってる。じゃあやれよっていう。そんな難しい話をしてないわけですよ、こっちは。過去のツイートとか発言掘り起こされてこれブーメランになってますよねとかじゃなくて、今現在ブーメラン突き刺さってるんだよね。もう投げてもないみたいな。ブーメラン投げようと思ったらそのまま手離れんくてセリフで当たったみたいなね。そんな感じになってるわけですよ。 だからさ、ここまであからさまというか、誰が見たってわかる超特大ブーメラン案件も珍しいなというふうに思いますよね。でも逆に16日から確定申告が始まるわけですから、僕はこれ個人的意見ですけど、今回の確定申告に関してはもう総理大臣のお墨付きが欲しいわけですよ。例えばで言ったらこの最後の方書かれてる通り、法に則り納税するけど4000万円以下納税義務がないんだろうという感じで、この人と考え方が一緒かどうかわからへんけど、個人的には、 確定申告はしますよと。もちろん。だけど、万が一手違いで、記載漏れがあったとしても、4000万円以下の場合は、別に追徴課税とかそういったものないですよね。訂正だけで OK ですよね。で、その訂正内容っていうのも、まあ、別に金額わからんかったら不明で出していいですよね。領収書の添付とかも必要ないですよね。その裏が欲しいわけ。これは僕の中では脱税じゃなくて、節税のために。え、だから申告納税、やらないって言ってるわけじゃない。やるんやけど、 人間から当然ミスだって自民党議員の秘書の方ってすさまじい高確率でミスしまくってるわけですからね。しかも何年にもわたって。ってなったらミスしないとは限らないわけで、でもそうなった時に当然政治家と同じ扱いされるんかどうかっていうところが聞きたいわけ。されへんのやったらなんでなんていうのもやっぱ理由として知りたいし、別に我々と同じ条件ですっていうんやったらさ、安心して確定申告できるじゃないですか。って僕は思うんですけどもね。 ただ、この SNS の怒りの声でもあったんですけど、国民がもしこの裏金議員と同じようなことをやったら、こちらですね、早く追徴課税払えということで、まず間違いなく追徴課税、重かったら重加算税やられるわけですよ。じゃあ、この追徴課税のことに関してですね、自民党議員がどう思ってるかっていうのがね、別の記事でありまして、こちらの記事、キックバックしと不明分の追加納税案にありえない森山総務会長が否定ということで、なんと納税しませんと、というかありえないでしょって言ってるわけですよ。 自民党の森山総務会長は、派閥からのキックバック分を収支報告書に記載せず、使途不明となっている分に対し、追加で納税する案についてあり得ないと否定しました。森山さんは、いろんなことをおっしゃる方はおられますけれども、政治資金として皆さん処理しておられますから、所得税の関係は発生しないと理解をしています。ということは、党として検討していくことは今後ないんですかと尋ねると、ないというよりもあり得ないことだと思いますと。昨日の国会では、自民党内からも、 個人的に使われた場合や支出の事実が確認されない場合は、個人の所得として課税されるべきだ、などの指摘が出ていました。これに対し森山総務会長は、政治資金として処理されているとして、追加の納税については完全に否定した形です。一方、鈴木財務大臣は午前の国会で、納税するようにと私の立場で言うことはしない。 党の立場を見守ると述べるにとどめていますと,というわけなんですけども、自民党の重鎮ですね。森山総務会長は、追加の納税、まあそれはありえないと。だからこそ、まあ追徴課税もありえないってことですよね。だって納税する気ないって言ってんねんから。その理由はだって政治資金なんだから。っていうことなんですね。で、これなんでか知らんけど、政治資金っていうのは非課税っていう扱いになってるんですよね。だからもうその時点で意味がわからんわけよ。それを別に課税対象にすれば、この森山さんの言ってることっていうのもさ、理論破綻してしまうわけやから、さあ追加の納税できますよね。 追徴課税じゃあ発生しますよねってことを言えるんですけど、今の段階では確かに政治資金は非課税っていうふうになってる。でも問題はさ、それを政治資金として本当に使ったのかどうかなんて分からないってことなんですよ。むしろ使ってないと考えるのが自然なんですよ。だって政治資金収支報告書に記載してないんやから。単純な理論ですよ。政治資金として使ってんだったら収支報告書に書けばいいだけの話。だってそれを記載する報告書なんやから。で、それってそれすれば合法なんやし。でも、それをしなかった。 ということは政治資金として使わなかったって考えるのが自然ですよね。だけど不記載、キックバック、裏金が発覚した議員の大半が政治資金として処理していますって言ってるんですよね。じゃあさっきの疑問に戻るじゃないですか。じゃあなんで収支報告書に記載せえへん勝手んと。だってそのやった議員さんっていうのは私知らん、秘書が勝手にやったって言ってんだから。じゃあなんで秘書はそんなことをわざわざやったんって思いません普通に考えたらキックバック分を秘書が懐に入れるためですよ。でもそうじゃなくて政治資金として処理してるんでしょ え、秘書に何の旨味があるその結果、安倍派幹部に関しては、役職辞めさせられてるわけじゃないですか。じゃあ十分さ、その秘書を立憲してもいい案件のはずやのに、それは誰もしない。だから言ってることの整合性が取れてないんですよ。全員。で、持ってったらね、これ、昨日の国会で自民党内からでも追加で納税するべきだっていう案が出てるわけです。だからこれもガス抜きっていうところがあったと思うんですよね。秋ぐらいになったら若手がなんか消費税減税案みたいなのを政府に要望するみたいなのあるじゃないですか。あれと同じような感じ。 だけどその辺の連携が取れてないのか、森山さんは、えそんなありえへんやろっていうふうに言ったってことやから。だから自民党としての意見っていうのはこの森山さんの意見じゃないのかなっていうふうに僕は思うわけです。それはこの後でできる鈴木財務大臣の国会答弁もそうやし、今までの岸田さんや安倍派の幹部の連中、裏金議員たちの対応っていうのがそうだというふうに思ってしまうから。 っていうかまあこれ政治資金がね非課税であるっていうこと、この仕組み自体がおかしいなっていうふうには思うんですけど、仕組みの話で言うなら、この森山さんに言ってることもおかしいわけですよ。そもそもこれの原因は何かって言ったら、政治資金パーティーがあって、派閥からキックバックされたものがあって、それを不記載だった。それを裏金化してたっていう話でしょキックバックしてたっていうことは、収入があんのに自分の口座の方に入れてたってわけだから、普通に考えたら横領っていうことになるやん。で、確かこれ、 丸川さんやったかな個人の口座に入れてたっていうふうにも明言してるわけですよ。政治資金としても使ってないし、からもう確実に脱税なわけですよ。だから、その分を納税せえよって言ってるだけの話。でも、こうやって何癖つけて、とにかく納税はしませんっていうことを言うわけですよ。で、詐欺のあの岸田さんに戻るけど、確定申告あったから、ちゃんと適切にやってくださいねっていうわけよ。はみたいな。ありえへんやろみたいなね。百歩いずって、 この政治資金っていうところで使ってるんだとするならば、なんでそのさ、内訳をちゃんと発表せへんのなんで説明責任を果たさへんの口で政治資金に使ったっていうのは,そは誰だって言えるわけですよ。いや、だって政治資金にほんまに使ったんやったら、領収書とかさ、まあ、そういった支払いの明細それを公開すればいいだけやんか。いや、なんもやましいことないんでしょでもそれ、しないですよね。だから口だけで政治資金に使ってますっていうのを認めろよって言ってるわけですよ。いや、そんな通るわけないじゃないですか。 でも通そうとしてるんでしょだからこれも先に戻るけど、これが通るんだったら今回確定申告がもう始まってるから、通るんですよねっていうこと。それを政治家がちゃんと担保してくれないと、怖くて確定申告できないんですよ。万が一間違った時に、追徴課税なんてやられると、理不尽極まって何が起こるかわからんへんの、マジで。え、だから、すげえことを大きく見たら、日本という国の治安のためにも、その後ろ盾が欲しいって思うんですよね、僕は。 え、だってこれ森山さんのさ、言い分を具体化すれば、政治資金として処理されてるって言えば、なんだって非課税ってわけじゃないですか。例えば普通に、個人の買い物、生活費、どっか遊びに行きました。え、なんか娯楽に使いました。まあ、車買いましたでもいいですよね。あ、なんでもいいけど、ありとあらゆるお金、この5年間という事項内の間に4000万円以下だった場合は、政治資金として処理されてるというこの口だけで全部非課税になるんですよ。領収書も明細もなんもいらないですからね。 要は、この個人に使われた場合、支出の事実が確認されない場合は、個人の所得として課税されるべきだ。これは、我々はそうなんですよ。でも、この森山理論で言えば、それも口で政治資金として処理されてると言えば、納税はありえない。ということらしいんで。じゃあ、そもそも今回の裏金の背景からしておかしいけど、この森山さんのさ、この発言自体が、マジでざる法そのものみたいになってるわけよ。で、そういうのがあかんよねってことで改革しようっつってんのに、やろうと言ってる岸田さん自身が、やる気ない。 森山総務会長に関しては、自民党内からのガス抜きみたいな指摘ですら、それはありえないということで完全否定。お金のことにまつわっているこの鈴木財務大臣も、最後みたいに、納税するようにと私の立場の言うことはしない。だからそうやって言うんだったら、国民もその基準に合わせてねって、それを政府として後ろ盾してくれないと、今、もう確定申告始まってるわけですから、非常に困るということですよ。でもそれをしたくないと言うんだったら、この人たちは納税を拒否しているということですから、でもそれが納得できる方法はたった1個で。 これはあくまで国民の義務なわけ。でもこの人たちは納税を否定してそれがまかり通るってことは国民じゃないんですよ。じゃ、日本国民じゃない人がなんで日本の政治やってんのってことになりませんだから政治家の条件満たしてないよねってことで、まあ、そんな日本人としてのちょっと曖昧な人たちがこの国を動かして保守だなんてことを抜かしてるってわけで、今回はこれで終わりたいと思います。え、待たて待ったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。